エイジム -114A ヘルファイアヘルファイアとハイドラ70ロケット弾エイジム -114 ヘルファイアはアメリカ合衆国の空対地ミサイルである。主に対戦車ミサイルとして使用されるが、対艦用も存在する。ヘルファイアの名称は英語のヘリコプター発射の打ちっぱなしを略したものだが、英単語としてのヘルファイアは地獄の豪華、劣化。 ものすごい勢いで燃える炎という意味もある。主に対戦車戦闘において使用される。基本となる誘導方法は、セミアクティブレーザー誘導で、BGM-71 等のように誘導に、ワイヤーを用いないために飛翔速度が速く、着弾所要時間が短いため、敵に回避、反撃する機会を与えることなく攻撃できる。 レーザー発進部とミサイル発射母機を別々に設置することもできる。弾頭を対艦攻撃用に変更したものは、スウェーデン軍に RBS-17 の名称で採用された。開発は1971年に開始され、1985年から実戦配備されている。経過対抗は、ヘルファイア2とも呼ばれ、レーザー即挙誘導関係の機能が改良されている。 さらに改良された L 型のロングボーヘルファイアモジュラーミサイルはロングボーヘルファイアとも通称されミリ波レーダーによるアクティブレーダー誘導に対応している初期バージョンのヘルファイアは標的へのレーザー照射など継続的な誘導を必要とするため名前の通りのファイアフォーゲット性能は持っていなかったエイジム -114L ロングボー ヘルファイアは発射後の誘導を必要とせず、ランチャーと標的間に射線が形成されていなくても撃つことができ、撃ちっぱなし、性能を獲得している。ヘルファイア、マーベリック、空中発射等ミサイルは2010年までに統合共通ミサイル JCM に置き換えられる計画があったが、これは2005年1月時点で中止され、ヘルファイアの改良と国外への広範な販売は、 継続的に進められている。1991年1月17日に始まった、イラクにおける湾岸戦争の砂漠の嵐作戦の序盤、8機の R-64、アパッチがヘルファイアとハイドラ70ロケット弾を使用し、2つのイラク軍早機警戒、地上完成レーダーサイトを破壊した。ジャストコーズ作戦でも使用され、7つの目標を、 破壊することに成功している。2002年の初期以降、MQ-1 プレデター無人偵察機からも発射されている。アフガニスタンに潜伏していたウサーマビン・ラーディンに対して発射されたほか、タリバーン幹部の乗った車両に対しても発射されている。ヘルファイアは2003年からのイラク戦争においても実践使用された。2014年9月1日。 ソマリアのアルシャバブの拠点襲撃の際に、レーザー誘導爆弾と共に利用。最高指導者であるアハマド・アブディ・ゴダネが爆死している。R-64 アパッチに搭載されたヘルファイアまた、テスト中のシステムとしては、次のようなものがある。スウェーデンとノルウェーでは、沿岸防衛のために、対艦ミサイルとしてヘルファイアを使用している。数値は、基本型のもの。 ありがとうございます。